メインイベント決定戦を行います。赤コーナー日本フライ級第1位115パウンド日本の1位カノエビ所属小林浩二。青コーナー大国フィアバンタム級チャンピオン116パウンド高台オリスラパー。ジャッジ本田健。2回目を迎えましたダイナミックグローブ東京後楽園ホールから日本フライ級1位角エビ所属小林浩二対東洋太平洋ジュニアバンタム級1位タイ国のパクタイオソドサファーの10回戦をご覧いただきます。さて第1ラウンド開始のゴングが鳴りました。解説はファイティング原田さん、それから小林博さんにお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしく。さて、日本フライ級1位の小林浩二が赤いトランクスです。今年24歳を迎えました。172センチという長身の選手。一方の左側、ブルーのトランクスが東洋太平洋ジュニアバンタム級の1位にランクされております、パクタイオソドサファー、26歳、161センチ。この身長の違いというのがこの試合微妙なニュアンスを与えそうであります。原田さん、どうご覧になりますか。はい、そうですね、やっぱり高い人はやりにくいですけどね、はい、中に入られると非常に長い手をですね、はい、邪魔気になりますからね、ただどこまでですねこのパクタイがですね、はい、ウイニングダッキングして入れるかですね。あ、小林さんはどうご覧になりますか。はい、やはり原田さんが指摘したようにですね、はい、パクタイはもう中に入らなきゃ勝てないということですよね。また小林君はですね、はい、また中入れてはいけないことですよね。あ、なるほどね。やはり自分の距離というものをですね、はい、戦わなきゃいけないと思うんですよね。そういった意味では何ですか、その試合の駆け引きというのか、その中に入れなかったり中に入ったりするね、それがポイントじゃないかなと思うんですけどもね。その辺の駆け引きがどういうふうに出ますかね。日本フライ級1位の小林は17戦いたしまして14勝1敗2分け、負けは1つしかありません。この1つの負けというのが、全国の新人王の決定戦、渡辺二郎とやった試合であります。1ラウンド KO 負けというのが1敗の1つであります。一方のパクタイの方は20戦いたしまして18勝2敗、この2敗は1年前にやはり渡辺二郎とやっております。判定で負けました。そして1ヶ月前に、マンソーチパタナーというタイ国の選手とやって、これも判定で敗れております。いずれも渡辺二郎に敗れた選手同士の対戦ということであります。小林浩二とパクタイオソドサファー。小林の方は現在5連続 KO 勝ち、8連勝中であります。今日勝てば9連勝という大変素晴らしい戦績。おっとちょっとぐらってきました。バランスを崩した小林です。画面の左側、赤コーナーに詰めていこうとする小林。小林は左のストレートが得意であります。ちょっと滑りました、パクタイ。足を崩れる、ちょっとですね、なるほど、結局お互い近いんですね、はいはい、右足と左足がですね、これどうなんでしょう。やはりパクタイの方がやりにくそうですか、サウスポー。そんな感じもしませんね。むしろ小林くんの方がね、やはりなんですが小さいですし、的を絞りにくいですし ね、 あ、なるほどね、ちょっとやりにくいんじゃないかなと思いますけどね、はい、小林の左のストレートが2つ入りました。ずるい人だとですね、はい、やっぱりお互いに前足出てますからね、今みたくですね、はい、相手の足を踏んづけちゃうんですよね。なるほどね。今の注意は多分それだと思いますよ、はいはい、まあ声でなくてもね、そうですね、動きが止まってしまいます。第1ラウンド時間がほとんどありません。これで第1ラウンドゴングです。放送席の採点は10対10、まだ差が出ません。赤コーナー小林浩二、門江所属、東京都出身。これが赤コーナーの小林浩二です。小林は現在8連勝5連続 KO という素晴らしい成績を残しております。東京葛飾区鎌倉生まれの24歳です、小林。一方青コーナーのパクタイオソドサファー、20戦しまして18勝2敗という成績、18勝のうちには8つの KO 勝ちが含まれています。パクタイの方はタイの大学に現在通っております。体育学を専攻しているそうであります。またタイの選手というのは大抵、体式ボクシングというのをやっているんですけれども、この人は大学の時にちょっとアマチュアでやった程度、もうとにかく国際式ボクシングでずっと通しています。パクタイ、ロープを背にしているパクタイです。さあ小林、よーっ、決まった、
ジャッきました、白帯ロープに詰まった、ロープを背にしています。小林左のストレート、左のストレート、左のアッパー、この距離は小林の距離だ。さあここで一気に行きたいところだ小林、左のアッパーボディ左が冴えております。小林ニュートラルコーナー、ちょうど放送席の真ん前でやります。ロープを背にしているパクタイオソロソファー、連打いい、ね、小林の連打でやります。この辺どうですか。いい攻撃ですね、はい、無理をしてないですね今ね、はい、もう本当に自分の勢いで送ってますよね、まあ、小林の場合はちょっと力が入るとむしろパンチに威力がないと話していました。今の感じですとその力が抜けていてスーッといく感じですね。さあ赤コーナーに詰めました小林浩二、ロープを背にしているパクタイです。ボディーブローきますが、しかしこれは当たっておりません。ちょっとおかしいなという、首をかしげました小林浩二。左のフック、大きなフックです、まあ、小林浩二はこのパクタイと渡辺二郎の試合をビデオで見ておりまして、ちょっとファイターという感じ、振り回してくる感じだなというふうに小林は言っていました。一方のパクタイですが、小林をとにかく5ラウンドまでには KO で蹴りをつけてやると、パクタイはかなり強気の発言をしていました。第2ラウンドに入っています。第1ラウンドは10対10と互角の勝負でした。しかし第2ラウンドに入ってからやや小林が押し気味に試合を進めています。左右の連打、いいパンチが当たっています。ニュートラルコーナーに詰まったパクタイ、おっといいパンチだ。左右の連打、パクタイの顔面を捉えています。パクタイ思わずフットワークで逃げました。さあ今度は赤コーナーに詰まっている左右のボディーブロー、左右と入っています。上下いいコンビネーションです。小林さんどうですか。いいですね、はい、あのまして顔面にだけじゃなくてね、ボディを打ったりですね、上下やはりいいコンビネーションですね、はい、おっとパクタイは終始守りに入っております。小林のこの身長、それから手の長さ、リーチ、こういったものにだいぶ戸惑っているような感じがいたしますパクタイ。東洋、はい、この小林君ですね、実はやっぱり先ほどの中山君と同じでね、はい、大場君の試合に憧れてね、あその入って、ね、言ってましたけれどもね、はい、まあ、まして今ちょっとチャンピオン今一人、まあ、三原君できましたけれどもね、まあ、軽量級 の, その日本のそうです、ねまあ、フライバンタム ね、はい、取ってほしいですね、そういった意味でこういった一戦一戦をね、大事にしてほしいですね、はい、さあこのラウンドは10対9と放送席の採点は差が出ました。小林が取っています。これが赤コーナーの小林浩二です、二松学舎高校時代は卓球をやっていたという小林、まあ、しかし、まあ、これが小林の連打でやります。小林のラッシュ、この人の心情はこれなんですよね。これがそうですね、はい、このリーチのあるね、そのパンチを持ってですね、腕で持って、おっと相手の出てくるところは簡単ですね、はい、これですね、はい、さあパクタイの方も振り回してきました。右の大きなフック、この辺が当たるとかなり威力がありそうです。小林も距離を十分考えて、そして、右へ右へと回っていくというふうに言っていました。その試合運び通りです。現在のところ3ラウンドに入っています。まあ、小林浩二はとにかく KO、 現在が5連続 KO 勝ちということで、今まで最高に戦ったのが8ラウンドまでということで、まだ10ラウンドフルに戦ったことはありません、まあ、スタミナにはそれほど不安はないと本人は話していますが、しかし、まあ、普段の調子とそれからリング上でのスタミナというのはまた違うものがあるかもしれません。そうですね、やはり試合っていうのはね、はい、緊張もしますしね、そういった意味でスタミナも多少はね、消費されちゃいますからね。そうですね、まあ、この小林、今でこそ172センチという長身なんですが、小学校の時朝礼で並んだ時は前から2番目にいたそうで、大変小さな体だったそうです、まあ、その体を強くしようというのが一つのボクシングに入るきっかけにもなりました。さあニュートラルコーナーに詰まっていますパクタイ、この辺からちょっと攻撃が止まります小林浩二。パクタイもその小林の距離で戦われておりますとちょっと苦しくなります。中に入って打ちたいところ、どうですか原田さん、今のところこの距離に悩まされているような感じしますね、はい、そうですね、はい、非常に小林君はですね、うまく戦ってますね、はい、相手のパンチを恐れているのかも分からないですけど、非常にいいパン、はい、いい戦い方してますよ、今も左右のストレートが当たりました。
左のストレート、うん、身をちょっと引っ掛け身のパンチでした。あ、ナイス、左右が当たった、はいはい、左右が当たりました。ちょっと食らってきました。パクタイ、東洋太平洋ジュニアバンタム級の1位の選手であります。パクタイ、さあニュートラルコーナーに詰まった。小林ストレートを打つ、左のストレート、左のボディーブロー、うん、とにかく小林は連打を打ちたいところであります。パクタイも反撃する、左右のフックで返します。3ラウンドに入りました。残り時間が30秒を切っています。パクタイが左を出します。おっと小林も左だ、これもグラッときました。叩きつけるようなパンチ、パクタイ左の大きなフック、左のストレート、左のストレート、そして左突き上げるようなボディです。小林浩二、おっとコーナーに詰めた、いい左が当たった、ガクーンとエビのように反りました。パクタイ、さあ防戦一方だ。パクタイこれはラッシュするか、あっとここでゴングです。第3ラウンドゴング、このラウンドも10対9、小林浩二が取っております。さあこれが第3ラウンド終盤の小林のラッシュであります。左のストレート、そして下から突き上げるようなパンチです。どうですか原田さん、はい、いい攻撃ですね、はい、相手が出てくるときにまずバックステップして打つとか、カウンターになるとかね、来なければパパッと入っていくとか、これはいい攻撃だと思いますね、はい、さあ第4ラウンドに入りました。この辺から徐々にパクタイの方も反撃に転じたいところであります。左がパクタイ、オスドソファー、東洋太平洋ジュニアバンタム級の1位にランクされています。やっぱり小林君はパクタイが打ってきても一発にやって打たせないから次は続かないんですよね、パクタイが、はい、あ、なるほどね、はい、それとこのサイド出るのがうまいですね、意外と大きい体ですけどもね、はいはい、まあ、パクタイの渡辺二郎との試合を見ながら、とにかく小林は右へ右へと回っていくんだと、パクタイを中心にして右へ回っていくボクシングをしたいと言っていました。あ、いいですね、やっぱり基本通りですよね、はい、おっと右のカウンター。岩井さん、はい、赤コーナーですが、セコンド陣は思った通りにやっていると、はい、今日の小林をこう見ております。それからですね、気をつけるところはパクタイの左右の大きなフック、はい、そして出てくるところに左のカウンターを狙うように、それから上下の内訳をですね、はい、もっと的確に、こういったところですね。あ、なるほどね、原田さん、この辺のアドバイスはいかがですか。非常にアドバイス通りやってるんじゃないですか、はいはい、小林さんいかがでしょう。そうですね、まあ、本当にセコンドの言うようなボクシングですね、はい、そうすると小林はもう普段のボクシングをしているということで、普段の力を、あ、おっと、これはダウンでしょうか。ダウンでしょうね、これはちょっとノンダウンのような感じですが、グラッときました。パクタイのコーナーは必死でこらえます。さあどうだ、自分のコーナーに決めた小林、連打ラッシュだ、逃げまくります。逃げ回る、チャンスですね、もうチャンスですね、ロープにもたれかかりました。パクタイを操作さ、ちょっと目がうつろな感じ、ノックアウト、小林 KO で語りました。6連続 KO 勝ちであります。小林大きく手を挙げました。場内2000人の声援に応えております。小林が東洋太平洋ジュニアバンタム級1位のパクタイ・オソドサファーを4ラウンド KO 勝ちで、素晴らしい、しかし今のパンチでしたね。そうですね、小林君憎いほどなんかこう冷静ですね、今日はね、はい、そうですね、ミスボロってなかったですね。そうですね、はいはい、今のパンチなんかも本当に殴り打ったパンチですよね、ああいうパンチがやっぱり効くんでしょうね、はい、そうですか、まあ、小林という選手はですね、はい、まあ、これからとにかく今年最後の試合なんですけどね、はい、来年からは世界を目指していきたいというふうに話しているんですが、はい、まあ、世界チャンピオンになる道というのはいろんなそのプロセスがあると思うんですけれども、はい、いかがですか原田さん。そうですね、世界にやっぱりいろんな選手がいますからね、はい、やり相手もいるけどもやりにくい選手もいますね、だから一戦一戦ものにしてですね、はい、やはり大事にセコンドのですね言うことを聞いて勝ち進んでいく前向きな姿勢がですね、はい、僕大事じゃないかと思いますね。やはり小林君にやっぱりすごいそのやっぱりタイプから言っても、はい、そのモテそうなタイプですから、あんまり余計な方にね、ボクシング以外にですね、モテるようにしないようにね、ボクシング一方に走ってもらいたいと思いますよ。なるほどね、それが心配だなと思いますよ、はい、これが最後のフィニッシュのストレートでやります。そうですね、はい、これです、左いいパンチですよ、何の話に打ってる感じ、もう一回ね、
あ、これでも、まあ、この前によく効いたパンチがありましたけど ね、 そうですね、これが結局伏線になって最後のフィニッシュになったわけですが、子供の一発ですね、はい、KO タイム4ラウンド1分50秒で